はい、こんにちは。レトスの小です。9月19日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。今何を使って勉強していますか過去問をやってませんか何度か過去問を勉強したのであれば予想模試は絶対行ってください。予想模試は過去問の類題が非常に多いです。つまり過去問のポイントがしっかり頭に入っているかどうかを確認するために使えます。過去問を何度か勉強すると答えを覚えてしまって きちんと頭に入っているかどうか確認するのが難しくなりますだから予想模試をお勧めしていますもちろん市販の予想模試でも構いませんただ市販の模試っていうのは解説が薄いので実力を確認するだけしかできないんですねやるからには実力も一緒に上げたいですよねそんなご要望があったので弊社は実力を上げることこれを目的とした模試を作りました残り1ヶ月ですけれどもまだ実力を上げる時間はあります ぜひ使ってみてください。そして弊社の予想模試、今の価格、割引価格は明日までとなっております。明後日になると値上げとなりますので、お早めにお申し込みください。また4連休入るんですけれども、連休も即達でお送りさせていただいておりますので、その点もご安心ください。予想模試については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みください。それでは本日の3問に入っていきます。それでは問1に入ります。 袋地の所有者は、異凝地の所有者に代償を支払えば、事故の意思のみによって、通行の場所及び方法を定め、異凝地に通路を開設することができる。○か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいで。答えは、これは×ですね。本日の問題は復習です。まず、異凝地っていうのは、袋地を囲んでいる土地。 つまり、袋地の周りの土地ってことですね。そして、袋地の所有者の通行方法は、異常値に最も損害が少ない方法でなければなりません。つまり、袋地の所有者の意思で通行場所とか方法を決めることはできません。よって誤りだということですね。また、お金を支払えばいいというルールはありません。これは、昨日の動画の原則に当たります。では、例外はどうでしょう すっと出てこない方は、まだまだ理解学習不足です。こういった場合は、こういったルールというのが、具体例として頭に入れておかないと、本試験では頭が真っ白になってしまいます。理解学習をして、やっと真の実力がつきます。上辺だけの学習では、本試験では太刀打ちできません。なので、しっかり理解をしておきましょう。そして昨日の動画は、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、問いにですね、 公県知事免許の宅検業者 A が公県知事から宅地建物取引所の交付を受けている C を専任の取引士とした場合 C は同知事にその書き換え交付の申請をしなければならない丸かツかという問題ですねで答えはこれツですね、えー、そもそもこれ書き換え交付申請っていうのは住所や氏名が変更になった場合なんですよで今回住所や氏名って変更してないんですよね まあ、従って書き換え交付申請をする必要はありませんえ住所や氏名を変更した場合っていうのは変更の登録申請をすると同時にえ宅建支障取引支障の書き換え交付申請もしなければなりません、まあ、このあたりですね、まあ、混乱しやすい部分なので合否の分かれ目になってきます分からなかった方は重要ポイント覚えられていない証拠なのでしっかりえ押さえておきましょうまたですねボンミスこれすごく注意していただきたいんですよね これ、凡ミスをするってことはこ、理解できていない証拠なんですよ。で、何が理解できてないかというと、問題文を理解できてないんですよね。で、問題文の理解って、実は、達見に合格する上で一番重要なことなんですよ。解説を理解するよりも、問題文を理解するっていう方が重要なんですね。なので、まあ、個別指導では一番最初に問題文をどうやって理解するのか、ここをお伝えしてます。これはですね、予備校とかでもあまり教えていない内容なんですよね。 なので、自分自身で研究しながら、そこは理解を深めていくっていう形になると思います。で、今販売している予想模試の解説には、問題文を理解しなければいけない内容については、問題文の理解まで解説しておりますので、もし問題文の理解できていない、そう感じているのであれば、ぜひ弊社の予想模試ご活用ください。で、問井さんですえ。都道府県知事はえ、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置、または、 改造その他、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、当該区域の指定の自由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする、○か×かという問題です。答えは丸ですね。造成宅地防災区域について、擁壁などの設置、改造など、災害防止のため必要な措置を講ずることにより、指定の自由がなくなったら、まあ、つまり、まあ、指定する意味がなくなったということですね。 安全だと判断したのならば知事は造成宅地防災区域の指定を解除しますこれは造成宅地防災区域に指定しておく意味がないからです、まあ、少し考えたら当然の話ですねそして初めにもお伝えをした通り「模試の値上げまであと1日となりました残り1ヶ月弱で実力を上げましょう」「模試は即達でお送りしますのですぐに模試を行えます」「年に一度の宅建試験悔いのないようにできる限りのことを行っていきましょう」 そして今年合格して一緒に喜びましょう予想もしはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでそちらからぜひお申し込みくださいあなたの合格を願っておりますレトスの小野でした